かなっていうねやつしたいなって思って、だからみんなどのなんかなんだっけ、明日ゆかゆかの時に可愛くできるようにみんなアドバイスしてください見てくださいってことでレッツスタート、ね、本当はね最初からしたかったんだけど時間がないかなと思って、まずおでこを上げましょうね。先に出そう。そして私がいつも使っている何だったっけ、お粉はこれを使ってます。イニスフリーを使ってます。ということでイニスフリーからやっていきたいと思いますねですか、してみたかったんだよねこういうやつ。じゃあこれをポンポンポンってのせます。みんな大好きイニスフリー、これだよみんな知ってますか、これこれを塗っていきます。これをバタバタってね全体に塗って明日買いに行こうと、だってほっぺも塗って、これみんな持ってるんですか、みんな持ってる、やっぱりこれは友達と一緒です、友達も持ってた。でこれを前髪を先に留めます。ちょっとおでこはちょっと荒れてるんですけど見ないでくださいこれはつけます、こうねつけて、シナモンロールとマイメロディーです。どっちが好きですか皆さんこれをこうねつけます、なんか不安定だけど OK。 そしたら次は眉毛、今ね飴玉食べてるからちょっと噛んでもいいですか噛んで喋りやすくします。ちょっとお水も飲ませていただきますよし、じゃあレッツスタート、リサキのメイク配信、あテロップに書いとこう、書いとかないと、メイク配信来てねこの時間からメイク配信するのやばいかな普通朝ですよね、だからもしかしたらみんな来てくれるかもしれない夜のファンデーションはこれを使ってます。結構お肌が荒れやすいから優しいやつこれです、これ本当におすすめ。見えるかな、あ光で YouTuber みたいにしとこう、 YouTuber 様みたいに。純白専科の美容液フォンデュってやつ使ってます。もうねほとんどないですこれ中はこういう感じでね、茶色、手に取ったらYouTuber さんっぽい、嬉しい、こんな色をしてます、こういう色、これを塗ってますね。あいいよこれ、純白専科のやつ買ってます。手にパーってやってよし、最初は眉毛かな、眉毛からしていきます。眉毛は待って、めっちゃねもうボロボロで見えないんですけど、なんだろう、キスミーのヘビーローテーションカラーリングアイブロウのアッシュブラウンです楽しい、教える、読むの楽しい。これを眉毛に塗っていきます。待って、重たくても取れていってきた頑張れマイメロディー。これをね、眉毛につけます。はい、見えてるかな、こっちの方がいいか。これをね、眉毛にこうつけて、こっちも眉毛にこうつけて、あ、待って、髪の毛が茶色くなった取れたかな、髪茶色い、やっと茶髪になりました。ここが、待って、めっちゃついちゃったかも見ないでねそしたら見て、眉毛がちょっと茶色くなったでしょ。そしたら
これでこの毛先し、これなんだろう、これこうするやつで眉毛をこうぼかします。はい、オッケー。かわいい眉毛になったね。そしたら次は眉毛が、私はちょっと短いからね、こうなんか眉毛がさ短いじゃん。だからここをね、ここをここから眉毛を描きます。描く、こうやってね、こう太くして、ちょっと今時の女の子って感じの眉毛にしますね。眉毛ちゃんがね寂しいって言ってるから、ここに足してあげる。描き足してる、ここに。ちょっとここもちょっと寂しいなって言ってるから、ちょっと描いてあげますね。寂しがらないね、そんなに。よし、オッケー。どう？なんか変？まあいいか、こんな感じね、眉毛はこんな感じで、私の眉毛は終了。眉毛はちょっとまだ勉強中です。そう、眉毛がね寂しいなって言ってくるの。ちょっともうちょっと描いてほしいなって。はい、次はあ、ノーズシャドウしていきます。あ、ノーズシャドウを、あ、これ紹介してなかった。これは K パレットのラスティング3ウェアアイブロウペンシル WPA ってやつ、こんなやつです。うん、これ最近買ってみたやつ。りさきちゃん、あ、初見さんありがとう。りさきちゃんです。私はノーズシャドウはセザンヌのミックスカラーチークの20番を使ってます。アレーニュースハートありがとう。これをね、こう4個あるじゃん、これの一番、これをねくるくるって混ぜます。くる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 って混ぜて、このここのね、ここを鼻が高くなるの、こうしたらここをねシュッってこうやけます。シュッ、どう？鼻高くなった？高いですか？鼻高いでしょ、鼻。おー、かっこいい。鼻高くてかっこいいですか？これしたらこうシュッてやりますね。そしてこの白のね、これをこう取って鼻のところにシュッてやります。シュッ、あ、これでできた。どう？できてますか？鼻にこれを塗りました。そしたら、あ、なんか汚れてました。これを塗ったら、次は何にしよう。次はアイメイクします。ん、あ、私が使ってるアイパレットは実はこれです。てってれーん、ロム&パレット。知ってますか？これ知ってるかな？今日ね、ずっとね、ずっとっていうか、さっき、明日ヨカヨカだから、あのお母さんにね、あの、なんだっけ、恥ずかしいエピソードを話さないといけないじゃないですか、絶対に。だから何にしようって言ってお母さんに聞いてもらってました、ずっと。ママこれどう思うとか言って、そしてさ、一発ギャグとか当たるかもしれないじゃん。だから一発ギャグも考えたし、一応全部考えました。もうね、考えた全部。だってさ、あのあれじゃん、ちょっとさ、あの私結構さ緊張しいだからさ、全部パーってなっちゃいそうだから、ママに聞いてもらいました。だからもし明日披露できないやつあったら、ショールームで聞いてください。聞いてくださいね、ショールームで。はい、次はロム&のこれです。これをね、私はこの色をまず、なんて言えばいいんだろう、一番右の下、一番右の下をちょんちょんちょんって取って、目のこのところにシュッてします。あ、粉が舞い散って桜になってるね。これこんな感じ、どう？ピンク？ピンクでしょ？無理やりピンクって言わせる作戦。え、こっちもこっちもこうピンクにします。
日ピンクですか？見えるかな？私 YouTuber になってる気分。これをじゃもうちょっと塗ろうかな。ここちょっと見にくいから、これをピンクをこっちもこう塗るじゃん。そしね、そしたら可愛い目になれます。ピンク目になれる。でこの下も涙袋のところもピンクを、同じピンクを目の心に塗ります。シュッと、ピンク。そしたら次はこのね、右から2番目のピンクをちょんちょんちょんって取って、これみんなに見せたい。これはで、これね、ここにね塗ったら見て、ヒラヒラなの。見える？見えない。これ見て、こうやってしたらいいのかな。キラキラなんです。キラキラなの。これが、これをねキラキラにしたいじゃん、やっぱり目は。ここを目のところにこうやって塗ります。ちょっとキラキラ目目になる。キラキラ目目、キラキラアイズになれるからね。キラキラアイズ、これピンクを目の心に塗ります。はい、そしたらピンクキラキラ目、ピンクキラキラアイズになってリチャキになれます。そしたら次のリチャキは、リチャキ方法はどっちにしようかな。リチャキはなんかね、これを目の下に塗る時もあれば、これを目の下に塗る時もあるんですよ。この涙袋ができるようにね。だからこれを目の、今日は学校は明日あるし、こっちにしとこう、取れやすいように。これを目の下に、学校にさキラキラついてたらさ、オーバーキラキラって言われるから、ね、ちゃんとしとかないとね。ここにキラキラをこっちにしました。今日はこれだったらね落ちやすいんだけど、もう一個のね、これだったら、これはねめっちゃね、これを塗ったらめっちゃ取れにくいんですよ。手でもガシガシしないと取れないから、これはダメ。今日はなんだっけ、我慢します。今からお出かけじゃないんですよ。明日のよかよかの時に着る服どれにしようかなって考えるためだけにメイクしてます、実は。やっぱりメイクしてたらちょっとさ、わかるじゃん、あ、このリップだからこの服合うかなみたいな。ね、だからそれをしてます。で、メイクは、白の目のメイクはこんくらいでおしまいです。違う、アイシャドウはこんくらいでおしまいです。なんかね、アイシャドウはあんまりね濃くしないかも。なんかあんまりちょっと失敗しそうで怖くて、いつも薄く塗ってます、アイシャドウは。でもピンクが多いかな、ピンクが好きです。これでアイシャドウは出来上がり。そして次はアイシャドウ終わったら、あ、アイライン忘れちゃった。ちょっと待っててください。後ろちょっと待っててね。アイラインどこ、アイラインどこ行ったの、いない、アイラインです。あれ、アイラインがない。あれ、さっき見た気がするんだけど、よいしょ、どこ行ったっけな、アイライン。ピースちょっと待ってね、アイラインがなくなっちゃった。あれ、なんか昨日ぐらいに見たんだけどな、アイライン。どこ、私のアイラインちゃん大好きだから、出てきて。え、ない、アイラインなくなっちゃってる。あれ、さっき見たんだけどな、昨日ぐらい。最近会ってないと思ったら、もしかしてどっか出かけちゃった。あれ、アイラインがないよ。あったえ、キャップない、キャップないけどあったあったよ。キャップないけどあった、これです。アイラインのキャップなくなっちゃったけど、なくなったけどあったです、ありました。なんだろうこれは、キャップない。キャップないんだけど、アイライン家出してたみたい。
多分ね、多分出かけてたどっか。これはね、Kパレットワンデイタトゥー TATTOO プロキャストザアイライナー03番のココアブラウンです。キャップないのやだ。これね、でこれをね、目のねここ目つぶ、あちょっと難しいかな、でもちょっとやっぱりメイク配信だからこう見せたいね。ここにね、これをなんかほこりついてる、これをね目のところにこう目をつぶってこう描きます。緊張が走っていますね。え、つかない。え、カチカチになってる、見て、めっちゃカチカチ、しかもね、めっちゃつかない、めっちゃつかない、え、ショック、どうしよう、明日のよかよか、アイラインがつかない事件、待って待って、悲しい、なんで昨日までついてたのに、どこ行ったんだキャップちゃん、乾燥してる、ごめんね、乾燥してる、アイラインちゃん見て、全然つかない、ごめんなさい。うわー、つかなくなってた、もう一個アイラインがあったのにもう一個なくなっちゃった、もしかしてアイライン家出来かな、アイライン私のこと嫌ってるのかな、二人とも、よし振って温めてみて、だってここにリングライトあるから、ここにつけたら当たる、ダメだ。よし、じゃあ次次はどこまでしたっけ、アイラインなかったらさ結構悲しいね、違うアイラインの、ちょっともう一回見てきていい、もう一回ちょっとだけ待っててくれる、ちょっとだけお願い、喋っとくね、じゃあ、うん、アイラインアイちゃんちゃん、アイラインちゃん、アイラインちゃん、確かね、どっかで見たんだよね、どこで見たっけな、でもね、多分アイライナーちゃんは私のこと好きだからいなくならないと思うんだよね、多分。ってことはそう考えた時は、あ、思い出した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 よ、この中に入れたんだ、確かこの中に入れた、あった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 、これだ、これです、私のアイライナーはいつも使ってるのはこちらです、これはラブライナーの、ラブライナーのR4 ってやつですね、 R4 で、これを目のところにこうやってね、で垂れ目が好きだからちょっと下目に引きます、オッケー、ここにこう引きます、よし、どうですか。でこっちも、私ってアイライナーうまいかな。お、できたできたできた、こんな感じね、どうですか、オッケーですか。よし、じゃあ次は私の大好きな、世界で大好きな、一番大好きなチークを塗ります。本当にチークがあったらもう生き、もう本当にもう好き、もうそれだけで幸せなぐらいチークが大好きです。チークはピュアチークカラーのロージーピンク、チークはでもチークめっちゃ大好きで何個も集めちゃう、でも、ね、私いつも元から結構ちょっとここがピンクいんですよ、すぐピンクくなっちゃって、運動した後とか踊った後で、公演の時とかもいつもチークつけてるから、公演してる時なんか自分も赤くなるから、もうめっちゃ真っ赤なの、めっちゃ真っ赤になっちゃうから、もうチークもうやめようかなって思ったけど、好きすぎてもうやめれない。
だからまっかりチャキでも応援してくださいでこれをこれをねこのやつをここに塗ります。笑った時に感じで、チークは大好きだからたくさん塗りますとりあえずピンクにする。あ、さすがチークちゃんピンクだ。こんくらいピンクにします。ピンク好きだから。チークとツーショット撮っとくお好きだからよし、チークを塗りましたらアイラインも終わった。そしたら次はなんだっけ、まつげ、まつげをする。私ね本当にまつげ上がらないの。なかなか見せてほしい。これねまつげをこう上げるじゃんか、こう上げるじゃんまつげをね。ちょっと待って、まつげのところが汚れてる。一回拭いてやんなきゃ。まつげがねいつも上げてるのにねなかなか上がらなくて、いつも手こずってるんですよ。みんなにも見ててほしい私のね、いじっぱりまつげちゃん。私のまつげちゃん暴れちゃうんですよ、まつげやろうとしたら。ちょっとマスカラがねついてるから落として、あ、めっちゃついてる。あ、聞いて聞いて、あのね、あの実は英検を受かりましたやったー、英検合格しました、準2級。嬉しい嬉しいね落ちたと思ってね、あの友達と一緒にもうほぼ稽古を受けたんですよクラスで。そして友達がね、で合格が発表が昨日だったんですけど、あの怖くて私見れなくて、 iPad をね iPad で見れるんだけど、で昨日見なかったんですよ怖くて。で結構受かってる人いて、あーもう私も見れないと思って、で今日やっと勇気出て見てみようと思って友達と一緒にポチッと押したら受かってました嬉しい、やったーと思ってっていう話でした今って感じだけど。でこれをで一応見てほしいのが、これをねまつげをこうやってね上げるじゃん。そしてさこうしてなんかねなかなかねうまく上がってくれないんですよ。こうやってシュッシュって、あ、上がったかな今日は。なんかねもっと上がってほしいんだよね、キュイーンって、キュイーンって上げたいんだけど、こうやってコツがねシュッ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 ってしたらいいらしい。シュッ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 ってねたらねいいんだってさ。あ、ちょっと上がった。これをシュッ、あ、こんくらいでいいかも。シュッ、よし、オッケーまつげ上がったかな、上がってますか。次もっと上げる。よし、あ、いいねいいね、これくらいですね。でマスカラ、マスカラはこれを使ってます。これよく言う、よく言う、よく有名な、よく聞くんですけど AD ロングアイ&カールマスカラ、ブラウンを使ってます。これはお母ちゃんが買ってくれました、買ってきてくれましたですね私は選んでないんですけど、これをじゃあ塗ってますね。塗ります。ここをチュルンってやって、ま、前髪にマスカラかかっちゃう、クリンってして。私はいつも下手くそだからここにマスカラとかつけちゃいますね。でも今日はやっぱり YouTuber リサキだからちょっとつけないように気をつけますあで前髪かかっちゃう。これをねこういう感じでつけます。おでこの切り抜き、おでこの切り抜き塗ってたんですか、塗ってたの、恥ずかしい。誰だ塗ってた人は誰ですか。よし、こんな感じでできたね。よし、そしたら
もう一回ブーラをします。なんでかって言ったら落ちてきちゃうからね。こう、はい、こっからキーン、お、上がった、キーン、よし、オッケーオッケーオッケー、はい、オッケー、まつげは完成でございます。あ、アイメイクは完成ですね。なんか前髪が A になっちゃった、髪の毛がボサボサになっちゃった。ちょっと一回結びますね。横結びにしようかな、いや、ゆっこでいいやこんな感じですね、今は。よし、そしたらちょっとゆるくしとこう。そしたら次は、うん、あ、終わり、終わりです。これで終わりです。あ、違う、ハイライト、ハイライト出なかった。ハイライトはセザンヌのこれ、これを鼻の頭に塗ります。やっぱり鼻をシュッてするのが夢なんですよね。そしたらやっぱりかっこいいじゃん、なんか、なんていうの、美人みたいな、美人さんみたいなね。だから美人さんをシュッて、はい、美人になったね。はい、で次さ、リップ、リップ忘れてた、リップ、リップは私の大好きなリップを塗ります。あ、リップ紹介し、あ、リップ2個教え、リップ2個紹介したい、紹介していいですか、2個日によって変えるんですけど、一番の大好きなリップはこれ、ジルスチュアートの、これはね、なんか一番最初に買ったリップなんですよ、ジルスチュアートさんで。一番最初に買って、もう緊張しながら買った商品なんですよ、高くて。だけど、そしたらこれがたまたまめっちゃ大好きな色で、これなんか春の時に買ったんですよ。春のお花をイメージしたみたいなやつで、これはもう本当に大好きすぎて、もう、でもね、もうすぐなくなっちゃいそうだから大事な時だけ使います。だから今日はちょっと、まだすぐ落としちゃうから今日はちょっとごめんなさい今日は塗らない、大事な時だけで塗るから、今日はこれはあのお箱にしまって、でいつも常にいつも使ってるのはこのリップ。これはレイズゴー、レイズ&ゴーの13番ってやつを使ってます。そしたらこれ塗るときは、これ塗るときは手ではちょっとなんか塗りづらいから、この筆で塗りますね。リップはこれ、こういうやつで、これをちょっとこっちにつけて、こうやってつけるじゃん。そしてこれをこう伸ばします。こうやって、こうやって、いつも遊び行く時とか日常の時に使いますね、これ。でもあれの時は使う、公園の時とかも使ったらめっちゃいいです。これは何円ぐらいだろう、これは600円ぐらいかな、600円ぐらい、800円か600円だったかな。はい、そう、ピンクなの。そう、これを塗ります。そしたらこんな感じの色になって、で私はなんだっけ、ウル、ちょっと乾燥しちゃうから、このね、なんだっけ、キャンメイクのボリュームアップレディグロスってやつを塗ります。ここにこうやって塗って、そしたら潤います。はい、お、できた。これで、ね、リチャキができました。どうですか、いつ、あ、待って、マスカラがついてた、いつの間にか、待って、見ないでマスカラつけてました、ここに、すいません、待って、取れない、なんかついてると思ったらマスカラだった、あやだ、ここだ、あ、できた。よし、これでリチャキも完成です。どうですか、いつもと同じですかこれでリチャキの完成、イエーイ何分かかったんだろう、私今の時間は、え、27分だから
30分ぐらいですね。30分ぐらいでメイクは終わっちゃいます。あ、ちょっともう一回まつげ上げていいですか。ちょっと上がってないみたい。これをもう一回上げます。マスカラつけてますから。マスカラつけてた。これはつけてたよ。よし、はい、 OK、 できた、完成。よし、これでよかよかの時の服決めれる。どうしよう、お洋服ずっと迷ってて決まんないです。お洋服ずっと迷ってる。こんな感じだよね。そう、そこにここにつけるのがポイントなんですよ、マスカラを。ここに、あ、まだついてる、ここに、あ、待って、アイラインがほぼついてない。ここにマスカラをつけるのがいいんですよね。ここにマスカラをつけるのが、ちょっとやってみたいことあるんだけど、やってみる？これやってみたいよね。なんかさ、これをさ、あれ、ここ行った、私の、私のリチャケの目、最後のね、一番大切なところはこんな感じかな。いいね。あ、できた。猫、かわいい猫。これで猫になることもできます、このアイライナーがあれば。できますよ。みんなこれで外と歩いてみましょうね。猫になれる。あとここにねつけたらますます猫。キティちゃん、キティちゃん。キティちゃん、キティちゃんになれまーす。え、これなんかさ、ここさ、猫ちゃんみたいにできそう。知る？あ、猫じゃん、猫、猫。じゃあ、明日猫で行こうかな、これで、よかよか。ね、これで行こっか。これで行きましょう。猫、猫になったってことで、よかよかに行ってきます。バイバーイ。よかよか緊張するな、よかよか。なんかさ、あれだよね、笑いながら怒るとかうららちゃんがしててめっちゃ難しそうだった。笑いながら怒るって思って。あ、即場止まる、即場してくれてるの、やった。猫っぽくしとこ。じゃあ猫、猫配信。猫、猫、猫。あ、でもね、私ね、違うリップ使ってきまって、実はこれもおすすめです。ジルスチアートの、私ね、そう、聞いてほしいの。私ね、このリップがめっちゃ大好きで、これをなくなっちゃうからもう一回欲しくて、あのお店に行ったんですよ。この顔で言うのやばいけどさ、これで、ね、行ったんですよ、お店に、ジルスチアートさんの。そしてちょっと恥ずかしいから外しとこうかな。猫、あ、そういえばさ、これウェットティッシュだからちょっと待っててください。メイク落とし、ちょっと取れよう。恥ずかしい。 OK OK。 そしてね、あのこんな感じ説明するのやばいか、ちょっと外してきた。ね、これで、これが、これを買おうと思って、店舗にないって言われたから、ネットだったら売ってるかなと思って、ネットで、あのね、104番ってこれ書いてあるじゃんね。だから私、あれ見えない、104番って書いてあるんですよ。だから104番を買ったらこれが届くと思って、これ104番を買ったんですよ、ネットで。そしたら違う色だったの。悲しくない？見てほしい、ちょっとね、これの感じなの。こっちがこの色で、こっちが、私の一番のお気に入りはこのピンクなの。見て、ちょっと違うよね。あ、同じに見えるけど違うの。わかるかな。の、だけどこれも良かった。だからもうウィンウィンってやつ、ウィンウィンなの。だから意外とね、あの違うやつでも可愛いですね。っていう話でした。待って、そしてリップを、じゃあこれも塗ってみますか。どんな感じか。これをちょっと取って、取るでしょ。そしたらこれを塗ったらどんな感じかっていうと、
こんな感じの色ですね。わかるかな。いつもショールーム配信とかはこの色を塗ってます。こんな感じで、やっぱりいつも通りこれを塗るのが好きですね。よし、できた。ショールーム配信の時の私はこれで、公演とかの時はこれ。そうなんです。よし、できた。やったー。初めてのメイク配信でもね、なんか今日は髪の毛をで、最後に猫ちゃんしちゃう。で今日はね、髪の毛をまでしてたらちょっと時間かかっちゃうから、今日はちょっと髪の毛はすいませんってことで、今度もう一回します。髪の毛は学校行ってポニーテール加工していったから、もう型がついちゃってる。いやー。学校はいつもこの髪型で行ってます。こんな感じ、スポーツできそうでしょ。こんな感じで高くして行ってますね。でも今日はちょっと低めのポニーテールでした。よし、こんな感じで、ふざけのメイクをみんな真似してください。ふざけのメイクがいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録とチャンネル登録よろしくお願いします。髪の毛ストレートどうしようかな。でも明日も学校行ってからだから、型がついちゃってるかも。一個娘の見ないでね。学校ね、下ろしていきたいんだけどね、下ろせないんですよ、学校校則でダメだから、ポニーテールしないといけなくて。イチャキってファッションストレート系が好きなの。あのね、どっちも好きなんだけど、で最近ストレート系もちょっと好きになってきちゃった。どっちもね、でもいつもどっちも着てます。日によって変えてる。今日はストリート、今日はガーリーみたいな。これはエクストララージさんのやつです。かっこいい。これはメンズを買いました。メンズで、これはちょっとね、なんていうの、ブカってしてます。ブカってしてかわいいです。メンズの L サイズを買いました。ほら、どうですか。ちょっとね、ダボってしててかわいいです。このね、テントウムシがかわいいんですよ。かわいくない、これ。これに惚れました。これおすすめ。誰か同じ人いるかも、持ってる人いますか、これ。メンズのやつで、まだこれを着てる人見たことないです。街中とかでさ、これ着てる人いるかなと思って撮ってるけど、誰も見たことない。まだ、もしかして世界に一つだけこれ。ってやつですね。今日はちょっとかっこいいかもしれない。かっこりちゃきかも。明日は多分ガーリー系にしようかな。明日は何にしようかなと思って、どうしようと思ってもね。だからメイクしたから、これ終わったら、この配信終わったら、鏡の前で着てママに見せるってやつを多分10回ぐらいしますね。みんなにも見てほしかったな。でも今日何時だろう今。あ、35分。ね、メンズの L 大きいよ。お袖は伸ばしたらこんくらいあります。こんくらいある。わかるかな、こんくらいあります。大きいでしょ。ガーリックトースト系にする。明日はガーリックトースト食べたい。食べたい。え、明日来てくれるんですか。嬉しい。やった、見つけるね、まやちゃん。見つけちゃおう。こうやって見ます。じゃあこうやって見るね、まやちゃんのこと。来た瞬間にこうやってしよう。なんかさ、壁があるじゃないですか、横横の時。あれって声聞こえるのかな、大きい声出したら。なんとかちゃんって言ったら、なんとかさんとか言ったら聞こえるかな。聞こえる？聞こえるなら声出そうかな、めっちゃ。やっほーって。あ、ルンルンちゃんも、ルンルンも行くの？ルンルンも来てくれるの？やったー！嬉しい。やば。ルンルンって。
やった声出していいなら声出してみようかな。でもなんかスタッフさんとかにさ、ちょっとやめてくださいって言われたら恥ずかしい恥ずかしい。聞こえないのか。いや聞こえるかもよ。一個の壁なんて気にしないんだうちらは。私たちは私たちは大きい声出そう。やっほーってもしかしたらあれかも。みんなさ、うちが声出してさ、あの観覧席からみさきちゃんとか言ったら退場ですって言われるかも。そしたらごめんなさい、私守りますね、頑張ってあすいません、私のファンの人がすいませんって言おうインシャーさん、ごめん待って、ごめん、ギフト全然読んでなかった、ごめんね、ごめんなさい、本当にごめんなさい。マイク入ってるんだ、やったあて、インシャーさん、かぼちゃありがとう。こっちでいいかな、こっちかな。あ、やばい、どこでどうやって見れるんだ。ごめんね、みんなみんな送ってくれてたのにごめんね。はるかいさん、にやわありがとう。下に行っちゃって、たきとさん、ハートありがとう。あ、ここまでしか見れないみたい、ごめんなさい皆さん。皆さんありがとう、その回たくさん言っとくね。ありがとう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 ございますありがとうございますいけないからリチャキーって叫んでくれ、叫んでてね、聞こえるよ、リチャキー耳、地獄耳だから聞こえるよ家からでも聞こえるよ退場させられる退場されてるとこ見たら、じゃあハートしとくね、退場されてるところこうやってちーさん、コウモリありがとう、ありがとうありがとう。メイク配信が意外と早く終わっちゃった。ほんと朝1時間ぐらいかけてみっちりしたかったのに終わっちゃった。髪の毛の方が時間かかるのかも、私もしかしたら。最近思ったことがあるんだけどさ、私ってさ鼻声じゃない？なんかさ、ショールームのさ、あのなんだっけ、ツイッターとかに上げていただいてるやつ見たらさ、なんか鼻声やと思って、大丈夫かな最近、鼻詰まってる？わかんないか、鼻詰まってるとか聞いても。鼻声だよね私、なんかどうしたんだろう、鼻詰まってないのに鼻声なんだけど、なんか鼻が調子悪いのかな。鼻詰まってる私見て詰まってるかな鼻。なんかさ、歌ってるのとか見てもさ、え待って鼻詰まってると思って、なんかでもさ1ヶ月ぐらいずっと鼻詰まってる気がするの、声聞いたら。だからもうずっとこれまま鼻詰まってるのかな私って鼻詰まってるかな、ちょっと心配になってきた確かに鼻にみんなが住んでるのかな、みんな鼻に住んでるでしょ私の。みんなちょっと出て行ってくれない、鼻の中からあ、待って、またさ読んでなかった、ごめんね。くぼちさん、くぼちさん、かぼちゃありがとう。くぼちさん、かぼちゃありがとう。じゅんちゃんさん、かわいいありがとう。のんとさん、かわいいありがとう。しゅけんさん、こんばんはよし、いいペースだ。家賃100万円だよ、家賃家賃100万円だよ。こっちが100万円で、こっちが200万円。スースーするやつ買いどこうかな。でもさ、こう鼻をするじゃん、こうやって鼻詰まってなくない？なんか鼻詰まってたらさ、ズルズルって言うじゃん。ほら鼻通りでいいのね。なのにね、鼻声なの、どうしたのかなここら辺に鼻詰まってるのかな、もしかしたら。ここら辺はスースーしてたけど、ここら辺かな。ね、よし、耳鼻科に行こっかな私、今から行こうかな。滝田さん、ハートありがとうございます。みんなもし鼻に詳しい人いたら教えてください、鼻詰まりの原因教えて。
声変わりかな、もしかしたら。あ、ペコリーネさん、だるまありがとう。声変わりかも、もしかしたら声低くなっちゃうかも。私リザキです、リザキです、こんにちは。あってなるかもしれないですね。そしたらみんなに見せよう。リザキのツイートしたら毎回ハートしてくれるの好き。バレた？ハートするの好きなんだ。実は全員のしたいんだけどさ、ちょっとね恥ずかしくて、たまにね押していいかなって迷っちゃう時ある。私ってハート押しすぎかなと思ってハート押しすぎかな私いつもめっちゃ押しちゃう、ハート嬉しくて、ポン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 って。あ、ルンルンさあ、2回押したらハートでなくなっちゃうんだよ、知ってた？いいねしちゃうね、これからもするね、いいねいいね。たまに連続でしちゃう時ある。なんか私のことあげてくれてたら、その人のところに飛んで全部押しちゃう時あるごめんなさいね、通知終わり先でいっぱいだよ。通知もリチェキでいっぱいにしたいじゃんおはよう通知、おやすみ通知、みんなのハートを捕まえたあ、タギトさんハートありがとうございます。クマちゃんさん、クマちゃんかな、クマちゃんだったっけ、クマンチュさん、ホームありがとうだからね、そう楽しみにしてて、これからもハートしまくるから。アレイニャさんハートありがとう、ありがとう。ハートはね楽しいですね、押すの気持ちいいし、こうやってポンって。リサキちゃんに浮気していいですか、もしかして三角関係浮気はほどほどにね、うん、いやほどほどにじゃない、ダメだよダメだよとか言って、そうだね、明日変顔しながらスクワットとかだったらどうしようと思って、変顔かがむのまで練習してたけどさ、10個も変顔思いつかないあ、でも私に浮気してもういいけど、浮気してほしいけど浮気していいよとは言えないよねご実家関係だけど、ご実家関係でもよろしくねさっきからいいね来たらいつも飛び跳ねよる、え飛び跳ねてるんですか見たい、めっちゃ面白そう、バイまたです、おかえりなさいかな、おかえりなさいおかえりなさい。さっきからいいね来たら携帯投げてもダメじゃん、携帯壊れちゃうぞ私の iPad みたいになっちゃうよ、私の iPad はね、実はわかるかな、バキバキなんだ、おって私が映ってる恥ずかしいバキバキなんだ iPad、 落としちゃいました実は投げたんじゃないんですけど、実は落としちゃってバキバキなんです、実は学校の iPad をバキバキに割りましたごめんなさい変顔、変顔ね、どうしようと思って変顔そう、しかも学校の落としちゃったの、でも学生先生に言ったらもうしょうがないからもうオーバーフレでいいよって言われた、よかった。でも多分3年生になったら弁償しなきゃいけないエレハナ大好きさんハートありがとうございます。そう多分自腹で弁償ですね、3年生が終わったら。もうだから終わりたくない3年生終わりたくないよ。ゲームオーバー、ゲームガム、画面オーバー、画面オーバー、画面オーバーですそろそろ終わった方がよくいいかしら、お時間、ランキングそろそろ読んでおきますね。じゃあありがとうみんな、今日もありがとうございます、私のメイク配信を見てくださって。次はあれだ、
ちゃんとしますね、メイク。ちゃんともっとキラキラとかも塗って、今日はちょっと明日学校だからさ、これ塗ってキラキラ塗れなかったから、次は塗りますね、キラキラ。そして髪の毛も次は綺麗にします。今日は許してくださいね、これで。いきます。15位はアンドヒーローさん、ありがとうございます。ありがとう、アンドヒーローさん。そして14位がお金持ち先生さん、ありがとうございます。ありがとう。そして13位がちーさん、ちーさん、ありがとう、ちーさん、ありがとう。そして12位がいっちーさん、いっちーさん、ありがとうございます。ありがとう、いっちーさん。そして10位がのっつさん、のっつさん、ありがとうございます。ありがとう。そして9位がおでんおねぶさん、おでんおねぶさん、ありがとうございます。ありがとう、おでんおねぶさん。そして8位がたきとさん、たきとさん、ありがとうございます。ありがとう、たきとさん。そして7位がたくみけいさん、たくみけいさん、ありがとうございます。ありがとう、たくみけいさん。そして4位がポテニー、ポテニー、ありがとう、ありがとう、ポテニー。そして3位がくぼちさん、くぼちさん、くぼちさん、ありがとうございます。ありがとう、くぼちさん。あ、待って、イーシャンさん、イーシャンさん、ごめん、読んでなかった、また飛ばしちゃった、本当にごめんなさい。最近ね、飛ばしちゃう癖があるんですよ、なぜか。ごめんなさい、もう一回読ませてください。本当にごめんね、本当にごめん。10位が、待って、私って15位から読んじゃった、もしかして。また間違っちゃった。すいません。ってことで7位がイーシャンさん、イーシャンさん、ありがとうございます。ごめんね、イーシャンさん、ありがとう、ありがとうございます。ごめんなさい。待って、他にも飛んでないか不安になってきた。大丈夫かな。あ、待って待って、また飛んでた、ごめんなさい。5位のハピーチさん、ハピーチさん、ごめんなさい、ありがとうございます。ハピーチさん、ありがとう、来てくれて、ありがとう、はい、ありがとうございます。そして2位がレイニアさん、レイニアさん、ありがとうございます。ありがとう、レイニアさん。そして1位がカズキチ、カズキチ、ありがとう。待って、反応してなかった。小文字さん、ハートです。レイニアさんもハート。1位がカズキチ、カズキチ、ありがとう。ごめんなさいね、ハート、ありがとうございます。カズキチハート、よし、ごめんなさい、本当にごめんなさい。お腹聞こえた、お腹、はあ、恥ずかしい、お腹も鳴っちゃった、さっき今お腹空いて、恥ずかしい、最後に恥ずかしい、はあ、ごめんなさい、飛んじゃったんですけど、はあ、今日もありがとうございました。次は何だろう、何かの配信をします。じゃあ明日ゆかゆかで会える方は会いましょう。そしていい夢見てください、みんなさん、いい夢見てね、バイバイ。またね、あって、ごめんね、ちょっと待ってね、バイバイ、大好き大好き。おやすみ。